坂口涼子。名前は聞いてピンとくるかもしれませんが、彼女の人生の全貌を知る人は少ないでしょう。本日の動画では、日本を代表する女優であり、一世を風靡したアイドル、坂口涼子さんの軌跡をたどります。彼女のキャリアは、多くのテレビドラマや映画に、その名を連ねることから始まりましたが、その華やかなキャリアの背後には、個人的な試練や家族への深い愛情が隠されていました。特に注目すべきは、彼女が若くして抱えたプレッシャー、結婚と離婚、そして重い病気との戦いです。これらは彼女の公の姿とは異なる、もう一つの坂口涼子を形作っています。さらに、彼女の死後に残された遺産と、その遺産をめぐる家族の現状も、坂口涼子さんの物語をより深く理解する上で重要なポイントです。この動画では、彼女の芸能生活のスタートから、個人的な困難を乗り越えた日々、そして彼女が残したものまで、一貫して彼女の生き様を追います。坂口涼子さんの生涯を通じて、変わりゆく時代の中で一人の女性がどのように生き、どのように影響を与えたかを明らかにしていきます。では、画面をご覧ください。それでは坂口涼子さんのプロフィールとキャリアの始まりについて説明します。坂口涼子さんは1955年10月23日、北海道余市郡の自然豊かな環境で生まれました。彼女の本名は尾崎涼子で、坂口さんの家庭は学生向けの下宿を経営していたため、幼少期から多くの人と接する機会がありました。両親は厳格で、怒られると押し入れに入れられるなど厳しいしつけを受けて育ちました。坂口さんの芸能界入りは、15歳の時にミスセブンティーンコンテストで優勝したことから始まります。この優勝が彼女の人生を大きく変えるきっかけとなり、1971年には堀越高校在学中に芸能活動を開始しました。デビュー翌年には、シングル憧れで歌手デビューを飾ると同時に、テレビドラマ愛ちゃんが行くでドラマ初主演を務めます。これが彼女のアイドルとしてのスタートを飾る出来事でした。1970年代の坂口涼子さんは、その明るい魅力と才能で急速に人気を集め、多くのテレビ番組や映画に出演しました。特に記憶に残るのは、彼女が市川崑監督に見出されたことでしょう。市川監督にその演技力を高く評価され、日本を代表する推理小説の映画化である金田一耕助シリーズの犬神家の一族に起用されるなど、映画女優としてもその地位を確立しました。坂口涼子さんの若くしての芸能界での成功は、その後の彼女の人生に大きな影響を与え、多くの人々に愛される存在となりました。彼女の芸能活動は、アイドルから一流の女優へと進化し続け、その才能と人柄で多くのファンを魅了し続けたのです。次は坂口涼子さんの結婚生活と個人的な試練についてです。坂口涼子さんの私生活には、幾度となく試練が訪れました。1986年、彼女は19歳年上の男性と結婚し、一時は幸せな家庭を築いていました。夫は不動産会社の役員であり、当時は経済的にも安定した生活を送っていたようです。しかし、バブル経済の崩壊とともに状況は一変します。夫の会社が倒産し、それに伴い莫大な借金を抱えることとなったのです。この借金は、家族全体に重い負担となりました。坂口さんは芸能活動を続けながら、夫の借金返済のために一層の努力を重ねることになります。彼女は多忙を極める日々を送りつつも、テレビドラマや映画での仕事をこなし、家計を支えました。これらの仕事によって、彼女は演技力を磨き続け、多くの作品で高い評価を受けることになります。個人的な試練はここで終わりではありませんでした。1994年、坂口さんは夫との離婚を決意します。離婚の理由は明らかにされていませんが、複雑な家庭環境と夫の倒産に伴うストレスが原因であったと考えられます。離婚後、坂口さんは一人で娘を育て上げながら、芸能活動を続けることになります。坂口涼子さんのこの時期の生活は、個人としても母親としても非常に困難であったといえます。にもかかわらず、彼女は公私にわたる重圧に負けることなく、娘に対する深い愛情を胸に演技に打ち込み続けました。そして、その努力が評価され続けたことは、彼女がいかに強い意志の持ち主であったかを物語っています。次は坂口涼子さんの娘への思いと病気の秘密についてです。坂口涼子さんは、
長年にわたり大腸がんと戦っていました。この事実を娘に知らせずに、彼女は病と戦いながら芸能活動を続けていました。坂口さんの思いは、娘が芸能界で自立するまで病気のことを伏せて支え続けるというものでした。そのため、公の場では病気のことを決して語ることはありませんでしたが、プライベートでは治療を受けながらも多忙なスケジュールをこなしていました。坂口さんは、娘の坂口安里さんが芸能活動を始めた当初から、彼女のサポートを惜しみませんでした。坂口安里さんが安定したキャリアを築けるようにと、母としての愛情をつぎ込むと同時に、自らは病気との戦いを続けるという二重の負担を背負っていました。彼女にとって、娘が成功することは何よりの願いであり、そのために自身の病気を隠し続ける選択をしたのです。治療は順調に進み、坂口さんは時には体調を崩しながらも、病気が進行することなく活動を続けることができました。しかし、病気を公にせずに活動を続けることは精神的にも大きな負担であったに違いありません。それでも彼女は、娘への深い愛情を胸に、最後まで強く生き抜いたのです。坂口涼子さんのこの行動は、彼女がどれほど家族を大切に思っていたかを示すものであり、娘への絶え間ないサポートと病気との戦いが彼女の生涯において重要な役割を果たしていたことは間違いありません。彼女の人生は、多くの困難に直面しながらも、愛する家族のために力強く生きる姿を見せてくれました。最後は坂口涼子さんの遺産と娘の現状についてです。坂口涼子さんが亡くなった時、彼女は約4000万円の遺産を残しました。この遺産は法的な手続きを経て、唯一の直系親族である娘の坂口安里さんが相続人となりました。坂口涼子さんの死後、安里さんは遺産管理の責任を一手に担うことになりますが、その後の経済的な管理には苦労が伴いました。遺産の相続後、坂口安里さんは一時的にメディアの注目を集めることとなりました。彼女は当初、芸能活動を続ける意向を示していましたが、次第にその焦点を変え、様々な事業に手を出すようになります。しかし、これらの事業が成功を収めることはなく、遺産は急速に減少していきました。安里さんはその後、芸能界を引退し、新たな職業に就くことになります。彼女は夜の仕事に従事するようになり、その生活は一般にはあまり知られていないものの、厳しい現実に直面していることがうかがえます。坂口涼子さんの残した資産は、結果的に短期間で使い果たされてしまい、安里さんの生活は一変してしまったのです。このように坂口涼子さんの遺産と娘の現状は、残された資産の管理とその後の人生の選択によって大きく左右されました。坂口安里さんが直面した困難は、芸能界での生活とは異なる厳しい現実を彼女に突きつけ、人生の新たな道を模索することを余儀なくされたのです。坂口涼子さんが築き上げた財産と名声は、時間とともに異なる形でその影響を娘に与え続けています。坂口涼子さんの生涯を追った本動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。坂口さんの講師にわたる壮大な物語は、まさに日本の芸能史において特筆すべきものです。彼女が直面した挑戦、家族への深い愛情、そして突然の病との戦い、これらすべてが彼女の残した遺産とともに、私たちに多くの思索を促します。坂口涼子さんが残した影響は、今なお娘の坂口安里さんをはじめ、芸能界にも大きな足跡を残しています。特に、遺産相続がどのように彼女の家族に影響を与えたのか、そして安里さんが現在直面している現実は、多くの人にとって考えるべきポイントかもしれません。皆さんの中には、坂口涼子さんの生涯や彼女が残したものについて、どのような印象を持ったか、また、このような遺産相続が家族に与える影響についてどう思うか、コメントで教えてください。他にも、坂口さんのどの作品が一番印象に残っているか、どのエピソードが特に心に響いたかも共有していただければ幸いです。芸能界の華やかさの裏に隠された真実を知ることは、私たちが日常見聞きするエンターテイメントの一面だけではなく、その深い背景を理解する上で重要です。坂口涼子さんの物語を通じて、私たちは人間としての複雑さと、時には避けられない運命の重さを再認識することができました。